戦になります、今日は。で、まずは目の前の1試合を勝ちたい。その次に進めたい。今日はスタメン発表します。で、出た分数でもう全力出して。はい。ここはまだ1つくれよ。チャレンジするっていうことになりました、今日は。よいしょ。よっしゃ。フォワードの、この特別コーチを呼びました。お願いします。まずは、1対1のところを少しアプローチしたいんで。ディフェンス頑張んないと、オフェンスの人上手くならないんだよ。厳しく言ってあげないと。君たちはサッカーが多分好きなんだね。もうみんなの思いを背負った代表者だから、みんな一丸となって、ね、明日勝ちましょう。ガチで早い。もう一丸とそれ。はいや。おはようございます。おはようございます。今日は試合ということで、まずちょっとね、怪我人もいたりするので、総力戦になります、今日は。で、こちらの目標としては今日、まあ、試合大会だけど、優勝したい。とにかく勝ちたい。まずは目の前の1試合を勝ちたい。その次に進めたい。全員で戦わないと勝ちきれないので、この後スタメン発表しますけど、途中から出る選手もいるし、意味合いが全員に選手に持たれてるから、途中から出るのも途中から出る意図があるから、みんなで盛り上げて、今日は勝ちましょう。で、マッチどう今日。一回向こうについてから、またリハビリして、一応薬に用意していただいたんで、まあ、自分はちょっとね、怪我ということで、今日難しいので、ちょっと応援してもらって、はい、で、あと、その応援するのもそうだし、まあ、プレーの部分でも、同じポジションのね、選手のプレーを盗んだりとか、見ることも大切だから、そういう部分もしっかりとやってください。はい、で、今日はスタメン発表します。で、キーパー、ジャイ。フレッシュ !OK。で、右からかける。はい。で、アザッス。はい。シゲ。はい。で、ウメ。はい、フォーバックで、右ワイド、ギシ、はい、で、ボランチにケイゴと、はい、ウンパ、はい、で、左にショウ、はい、ツートップ、タカと、はい、アイム、はい、で、アイムちょっと、うん、タカの周りをこうサポートして、まあ、442で今日も行きます。とりあえずまず、ギシ、はい、前から行ってほしいんだ。その運動量を生かしてプレスは前から行きたい今日で、雨だからちょっとピッチコンディション悪いと思うから、そこら辺の戦い方っていうのは今までやってた戦い方を少し変えないといけない部分もあるから、ディフェンスラインとかはまあセーフティーで、まあ、起点を前にとにかく相手陣地に作りたい、この押し込みたいから前の前線の選手たちがプレスに行ってほしい。それで連続して、ね、でそこでどうにかボールを奪って相手陣地でボールサッカーしたい。昨夜は、まあ、途中から必要になると思うんだけど、相手をとにかく疲れさせたいのと、ちょっとね、2試合あるから雨だと疲労感も出てくるから、そこら辺全員で回したいのよ。だからみんな出たいっていう気持ちあるかもしれないけど、とにかく出た分数でもう全力出して、はい、そこでどうにかちょっとこう、切り裂いてほしいっていうのがあるから、工場、はい、まあ、今回マキも分かんないんだけど、センターバックっていうのも途中からちょっとあるから、そこもちょっと頭に入れながら、動きをまず見てて、まあ、本当、合宿を監督させてもらって、まあ、本当に監督冥利に尽きるってこういうことだなって思いました。というのも、やっぱみんなが本当にね、目の前の練習向き合ってくれて、特別コーチたちと話したけど、やっぱりみんなが真剣にやってくれたから、それの熱量に応えて、福田さんもそうだし、啓太もそうだし、みんなね、みんなが真剣に向き合ってくれた。だから俺はやっぱ光景ってすごい素晴らしいもんだなと思ったし、こういうことなんだなってチームが進むのって。すごく改めてね、監督初経験させてもらって実感しました。だから俺は今日の試合勝ちたい。そのね、みんなのね、努力を実らせるためにも結果につなげたいから。でもそのためにはやっぱみんながまとまらないと絶対に勝てない、どんな相手でも。だからみんながね、まあ誰かのためにじゃないけど、きつい時には声を出す。絶対苦しい時間ってあるから、我慢するため、我慢する時間帯に誰か声を出せるかとか、ね、チームでまとまって絶対に勝ちに行きましょう。
もうそれだけでいいから、もう選手たちが。だからみんなでまとまって頑張りましょう。はい、はい、このメンバーでこの合宿の中練習してきたんですけど、実際に試合をやるっていうのは今回は僕初めてなので、その中で声をしっかり出しながら、あのポジショニングだったり昨日学んだことを生かしてチームとしてしっかり勝利ができるように貢献していきたいと思います。まあ、キャプテンっていう立場になりましたけど、まあ、やることは変わらないんで、しっかりチームのために、働いて、で、まあ、チームとしては合宿でやった素晴らしいトレーニングを試合に生かせるようにやっていきたいと思います。相手関係なしに普通に目の前に大会があるということで、まあ、2勝してしっかり優勝してと思います。いや嬉しいですね。やっぱり結構練習でも、まあ、いつもより動けてたなって自分でも思いますし、まあ、やっぱり期待に応えたいなって思ってます。せっかくのスタメンなんで、やっぱり結果残さないとなって思いますし、逆に緊張しすぎて何もできなかったあれなんで、ちょっと緊張しつつリラックスしていこうかなって思ってます。お願いします。お願いします。お願いします。フレッシュ。よし。まあ、体はバキバキですね。やっぱり1日目のあの走り、フィジカルが、まあ、今にやっぱり一番来てるのは来てますけど、まあ、そんなことでも言い訳にできない。めちゃめちゃバキバキです。まあ、今日は気持ちで乗り切りたいと思います。じゃあアップコーナーすぐそこでアップするのでお願いします。アップ前に慶吾キャプテン、はい、じゃあエンディングフリーでちょっとアップしましょう。よっしゃ。みんな、体きてるとは思うんですけど、しっかりアップして、絶対試合勝ちましょう。イエーイ。ゴーミラゴーゴーゴー。マジで筋肉痛がやばすぎる。マジでやばい。あ、そうなんだ。もうおとつやで8キロある走って、練習した後に8キロ走って、ガチ。もうみんなあれだけど、逆にもう出来上がってるよ。うん、もう雨なくすの。うん、今日は勝つんやで。お疲れ様です。来た、来てくれたありがとうね。今日はちょっとなあちゃんからね来てくれたんで、なあちゃんの分ももう精一杯走るから、ちゃんと応援してよ。応援します。ちゃんと応援してよ。
ちゃん、はい、前半、梅と縦関係になるから、で、ちょっと中で受けたりとか、中で梅のスペース開けたりとか、そこはスペース開けて、梅が渡ったところでまたゴールして、スペースもらうとか、なんか縦の関係をうまくして、動かしながら。そういえば、歩むとこが、今の練習みたいに、こう縦パスがこう入りそうって分かって、でサポートいい形でいけんだったら、こう自分からアクションを起こしてサポートを。行くっていう形ができると、やっぱりいい形で攻撃の形ができるから、あとボールを受けて、まあ、逃げて、逆から行けるんだったら回転するとか、でも、もちろん、ね、トライするからミスはあるから、全然ミスでいいから、怖がらないってことでくれよ、ね、チャレンジするってことをやりましたけど、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、エンディング、エンディングしましょう、よっしゃ、よっしゃ、もう本当楽しもうね。しっかりいい合宿もできたからね。しっかり結果を、ね、伴うようにみんなで頑張りましょう。よっしゃ、結構行きましょう。じゃあ行きましょう。ゴー、ウィナーズ、ゴー、大敗を喫した青森山田戦以来、ウィナーズの試合が今始まろうとしています。ウィナーズは今日を迎えるまでに強化合宿を行い、体についたサビを落とそうと走りに走りを重ねてきました。メンバーの調子はトップコンディションに近い状態です。対するこちらはチームヘイジー、毎週しっかりと活動している社会人チーム。ウィナーズ相手にどのようなサッカーを披露してくれるのか。両チームピッチ入場です。新メンバーを迎え、戦力補強に成功し、ハードな合宿を乗り越えたウィナーズ。ここで負けているようでは、最強のサッカーチームを目指すなんて夢のまた夢。着実にレベルアップしたその実力を存分に発揮してくれることを期待しましょう。両チーム一礼。熱戦の火蓋が今切って落とされます。今日のウィナーズの先発メンバーです。ゴールキーパージャイアント和樹、フォーバック右からかけるアザッスシゲウメちゃん、中盤のセンターにウンパルンパ慶吾、右ウィングにギシ、左ウィングにショウちゃん、前線は歩と高のツートップです。さあ、1回戦のキックオフです。まあ、悪くはないじゃ、正直勝てん、全然勝てん、もっとやれる。ミスしてもいいんだけど、とにかく止まんないで、ね、求め合って要求し合って、まだまだ全然足りない、もっとやれるはずだからね、後半に勝とうよ。よし、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 コナミ